ブレイコーとは、地位や身分の上下を取り払い楽しむという趣旨の宴会。ブレイコーの概念そのものは、日本では古代からあったと考えられる。しかし、具体的にブレイコーという名称を用いたのは、鎌倉時代末期1320年代初頭に、苦行、受学者である、日之助友とその親戚、同僚の日の都市が開いた会合が、資料上の初見である。これは、 社会の一種で自分の地位に合わない衣服をあえて着ることで互いの身分の上下の区別をわからなくして純粋に才能のあるものだけを集めて観断を行った先進的な学芸サロンだった。ただ、あまりにも先進的であったため、花園上皇など、区芸社会の最上位の有識者からは舞を潜められることもあった。スケもと都式のブレ講コは一説によれば、 佐道の前身である当茶の最も早い例と言われる。また、室町時代のレンガ会なども武霊校に橋を発するという説もあるなど、文化史的に重要な会である。なお、軍記物語、大平記では、史実が誇張され、薄着の女性をはべらせた主演であったとか、助藤も、都市の主君である、後醍醐天皇自身も参加した、鎌倉幕府統学計画の場だったと物語られる。 しかし、これらの物語は、2010年代時点で疑問が提出されている。日本の神事としての祭りは、神と人が共に同じものを食する新人教食が基本の形であり、神に奉納した幹を三列者も授かる直来が霊弓であり、その後二次会的に行われる宴席のことを無霊弓とすることが本来の意図も言われる。歴史的な経緯としては、 古代日本の貴族主体の宴会では、座席や尺の順番、杯の回数や手順など儀礼が重んじられていたが、武家が力を持った中世以降、儀礼を取り払った一般的な宴会形式として、ブレイコが広がったと言われる。記録に残る日本の宴会では、ブレイコはない方が珍しい。平安時代から室町時代にかけて成立した正式な宴会形式である本膳料理は、 四季三根という九杯の酒きを干すところから、始まるが、小杯三杯、中杯三杯、大杯三杯と、規定だけでも相当な量を飲む。本膳が終わった後は、主演となるが、人に酒を勧める、才の作法が記録に残っているだけでも十種類以上、あった。酒合戦のように飲み比べになることが多く、誰かが倒れるまで飲むのが原則だった。シラフでは比例だが、よって、 天井で吐く場合は、くしからずとされた。イエズス会司祭で、日本教会史を表したジョアンド・ロドリンゲスは、日本の宴会は、酒で腹いっぱいにし、泥酔させることを目的にしていると分析している。また、熊倉遺産は、乱種の中にもいろいろルールがあり、見かけは無礼でも、一定の秩序の中の乱種だったのではないかと述べている。同時代の記述、日本国語大辞典。 第2版で、ブレイコウの要例として挙げられた中で最も古いのは、花園上皇が表した日記である、花園天皇新記の原稿4年11月1日上で、ある。助友、都市トシ月ト州会合、乱遊ある不着遺憾、大裸かかたち、陰さの勧誘の、ゼガ達タの風か、余生ョゼブレコウある小派仏公の周運戎、日之助友、都市トシキラが、礼儀。 秩序もない会合を開いているという、身分にのっとった格式の遺憾をつけずに、ほとんど裸も同然の不作法な格好で喫茶の会を開いているなどという、こんなことが果たして学問を極めた人のやることだろうか。世間はこれをブレイコーの衆だと呼んでいるようだ。ブレイコーを主催した日之助友という受学者は、 中流貴族の出身ながら、最学で苦行にまで登り詰めた天才だった。当時の二大学者皇帝として名高い花園上皇と五代醐天皇の間で人材獲得競争が行われたほどである。その一方で、つれ連れ草によれば、老僧の外見だけを見て、なんと尊い構想だろうと言った大臣に対し、老犬を連れてきて、じゃあ、この犬も、 尊いですよとやり込めたとされるなど、一風変わった人物でもあった。上の原文では、付着遺憾、大裸形とあるが、日本文学研究者の兵道広美によれば、これは、時期通り裸だったというわけではないという。当時は、遺憾や、烏子の種類や色などで、身分の上下が表されていたが、そうした精度の規範に合う服を着ず、 あえて序列のわからない服を着ることで、世俗的な身分、序列を超えた交流を行った。それが、規範を重んじる会員の目からは、ほとんど、裸も、同然という評価になったのではないか、という。評道によれば、このブレイクが、剣部の申請での茶より愛やレンガ会の、爆発的流行に発展したのだろうという。また、この頃流行した茶の文化に、当茶という、 茶の香りや味から産地を当てる遊びがあった。当茶の確実な資料上の所見は、これよりやや後に、黄金天皇の宮廷で開催された、茶より合いであるが、確実ではないものまで含めれば、このブレーコが、当茶の最も早い例の一つではないか、と茶道市研究者の熊倉伊夫は推測している。このブレーコがことさら取り上げられたのは、成虫の変という事件と関係する。 この日記の記録の少し前、五醍醐天皇と、助友俊樹は、鎌倉幕府への倒幕計画を立てたと疑われたが、調査の結果、五醍醐は冤罪だとして釈放された。一方、助友俊樹はブレイの開催を、理由の一つとして公金が続けられ、さらにブレイの参加者の名簿に、後期の人が乗っているという真偽不明の噂まで、立っていたという。 日本史研究者の川内翔介の主張によれば、ブレーコーそのものに、倒幕計画などの大した政治的意味はなく、鎌倉幕府が、聖中の変の判決をどうしたものか判断を下すのを先延ばしにするために、ひとまず多愛もない風紀問題を口実にして、助とも、都市の公金を延長したのではないか、という。太平記聖中の変から約50年後の1370年、 五路に完成した、軍記物語、太平記、武コ公ことつけ、原型文断事では、五代醐天皇が、鎌倉幕府の倒幕を図るため、身分を超えた密儀を行うため、武麗公と称した宴席を行ったと描かれている。参加者は、エボシや包囲を脱ぎ、剣牌においては、身分の上下を取り払い、薄着の十七から十八歳の美女十数人に尺を、させ、 三階の珍味と酒を尽くし、歌いまうというものであったという。ただし、前説の通り、史実としては、基本的に茶会であり、参加者が衣服を乱すというのも、上下の秩序を外すという意味合いが強かったと思われ、美女まで同席した主演だったかどうかは不明である。また、大平器のブレイコークをイコール倒幕計画説は2000年代前半まで、通説とされていた。しかしこの説は、 それ以降、日本史研究者の川内昌介や小座雄一らによって疑問が出されている。例えば、上記の日記を表した花園上皇は、五代醐天皇の性敵であるが、花園がブレイを問題にしているのは、風紀上の問題であり、倒幕計画について直接触れてはいない。そもそも、性敵側にまで内容が広く知られているほど有名な会合で、 陰謀を計画するのは不自然なのではないかという。江戸時代に成立した古典落語の八五郎出世では、ブレイコーだからと言われて羽目を外しすぎる人物が描写されており、現在と同様の意味でブレイコーという言葉が使われている。一口にブレイコーと言っても、その意味合いは発言者により変わる曖昧なものである。尺などの作法を無視する一般的な作法に代わって、 独自の作法を適用する、業務外の話題を許可あるいは推奨する、注文する料理の値段を気にしないなど、楽しんでほしいという意思表示として、形式的に述べられるだけの場合もある。そのため、発言者の意図を汲み取った振る舞いができないと、上司、部下、先輩や後輩、さらに同期社員との、その後の人間関係に影響を及ぼす恐れがある。形式的に述べられる、 お約束のような言葉でもあり、必ずしも無礼が許されるとは限らないため、宴会の席では状況を把握した上で、過剰にならない程度に振る舞うことが求められる。その度合いは、どのような集まりであるかにもより、例えば過密スケジュールで交付化が状態化するような、部署ではストレスを解消させ、業務効率の回復を狙い、行き過ぎた態度に出ず不快にならない程度の無礼を容認する場合がある。 ありがとうございます。